ドリームキャッチプレゼンツアトスタ TV セカンドシーズン。芸能関連情報を何でも発信番組アトスタインターネット TV セカンドシーズン。この番組は、芸能関連情報を掲載しているウェブサイトアトスタと連動した、芸能関連情報を何でも発信番組です。この番組は毎月2回各週で第2第4水曜日の配信です。はい、メイン MC を務めさせていただいております、福田博史です。アシスタントの増田愛です。はい、よろしくお願いします。はい、増田ちゃん、はい、6月もう24日になるんだけれども、あっという間ですね、はい、もうあれ今年が始まってもう半分ですかみたいな。半分過ぎちゃったよね。はい、はい、でこの24日なんだけど、はい、調べてみたら、はい、あのどうやら UFO が初めて観測された日らしいんだよ。 UFO、うん、そうそうそう、空飛ぶ円盤の、はいはい、でこの日になると UFO マニアが一斉に観測を始めるんだって。じゃあ今日もどこかで多分、ね、どこかでこう観測をしているかもしれないよ。あ、じゃあ双眼鏡を持ってる人見たらUFO 探されてますかみたいな声かけてみてください。俺がかけるの？いや、やめとこうかな。なんか違うもの見てたらちょっとそれはそれでね、あの、気まずいことになるから、うん、ちょっとねそれやめとこうかと思うんだけども、はい、ちょっとねその UFO を初めて発見されたってそれがちょっと引っかかったというか、うん、なんか不思議だなと。ピンときたっていうよりもあ、こんななんだっていうね、こんなことがあったんだねっていう、まあ、何にでも初めてはあるんで ね、うん、それが6月24日だったらしいですよ。あれ 6… あ、なるほど。なかった？いや、なんでもない、全く関係ないんですよ。全く関係ない、うん、あの私の両親の結婚記念日だったかなって今一瞬思ったんですけど、うん、ちょっと数字の並びが違って4月26日でした。親の結婚日。あ、全く逆じゃん。そうです、ね、ひっくり返ったら4と6と、あれ、うん、なんか数字は一緒なんですけど並びが違ったっていう。はい、はい、まあ、わかりました。まあそれはそれとして置いといて、はい、はい、まあ、前回もちょろっとあのエンディングの時に話をしたんですけれども、はい、7月の5日7月の5日ですよ、はい、技芸会という盾の発表会をやることになってまして、はい、それが、7月の5日の多分お昼頃になると思うんだけどね。はい、多分まだ、うん、あ、いや、あの詳細はもう出てはいるんだけどね、あの僕はちょっと時間をはっきりと調べてなかったんだよ、はい、ちゃんと調べて、あのここにちゃんとテロップで、うん、出してもらうようにしてるんで、はい、はいはい、ちゃんとそこをちょっとそこを見ていただいて、ご確認いただき、うん、興味がある方ぜひぜひ見に来てください。はい、はい、というわけでね、はい、第6回始めていきましょうか。はい、草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトスタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。実演ボイスサンプル収録コーナー、ナレーション編。はい、というわけでね、はい、前回ビフォー、はい、まあ、収録何もディレクションのついてない、自分で好きに読んでみて、うん、っていうのを今回はこれにディレクションが入って、アフターでどのように変わるかという、変わるのか変わらないのか、そうそう、変わるのかみたいな、そうね、そこも含めてね、ドキドキね。ちゃんとどういった感じに変わったのかというのを見ていただけたらと思いますけれども、はいはい、どうでしょうかね。はい、はい、じゃあ、もう早速行ってみましょうか。はい、はい、どうぞ。まあ、おどろおどろしい系、まあ、普通にホラー編っていうところだけに引っかかって、おどろおどろしい系かなっていうので作ってたんですけど、うん、そしたらもっとおどろおどろし
く行っちゃいましょうか。あ、了解です。若干なんだけど尺が、はい、あの窓引き気味なので、はい、尺のところは少し詰め気味で。そうですね、どっちがいいかなっていうのでちょっと悩んでるんですけど、悩んでる、あの日本チックなおどろおどろしい方でいくのか、あの海外チックなスプラッタ系のおどろおどろしいでいくのか、そこがちょっと悩みどころなんですよね。じゃあ和物、和物で、お、うん、とりあえず一回行ってみましょうか。了解です。嘘予告SF ホラー編。故障したシャトルから命からがら逃げ出した直哉たち仲良し5人組。しかし彼らが降り立ったのはレブリ帯に浮かぶ無人の小惑星。食料も空気も残りわずかの極限状態。ついに5人の友情に亀裂が。約束の丘第3章。直哉が森で見たものは、まあ、とりあえずアキラ目線でやった感じかなというところだったんですけど、うん、それよりは別のパターンの方がいいのかなと。なるほど。じゃあちょっと試しにだけど、はい、その言わされてる感誇張してみましょうか。ちょっとそれもらってみていいですか。はい、頑張ります。はい、行きます。3、2、1。嘘予告魔法少女編。前作から5年、相変わらずの小学校生活を送っていたアキラのもとにアカネという少女が訪問。アキラの祖母に魔法を教わるためにやってきたというが、次回約束の丘第4章、こいつら一体何なのよ。3つ目のバトル編なんですが、はい、これは今どうしたいっていう方向とかありますか。まあ、これはもう本当にバトルですよね。バトルに次ぐバトルの、まあ、よくあるバトルものの、次回予告をやろうかと思ってたんですね。うん、あ、煽り系ですね。うん、したらちょっとその方向で、はい、意図付けとして寂しいですけれど、その例えば主人公がいたとして、はい、それの親父がまあ理想の星とするならば、はい、ちょっとその親父が言ったようなキャラとして、あー、あー、そっち系か。バトルマスターの理想系的な位置づけの人が言う、はいはい、説明をしているような、はい、ちょっとその感覚をもらってみていいですか。了解しました。します。3、2、1。嘘予告バトル編。地上最悪の生物であるバトルマスター K に挑む涼子。その行く手を阻むため次々に送り込まれる刺客との壮絶なバトル。涼子の破天荒な強さ、行動は目が離せない。次回約束の丘第5章。戦え涼子、地上を救うのはお前だ。青春か、遠い日々だな。あえてちょっと青春感さっきの 120% 程度で、はい、了解しました。頑張ります。では行ってみます。はい、3、2、1。嘘予告青春編。野球部が地区予選大会を突破。公の場での応援を嫌がるチアガールのリーダー茜は、野球部キャプテンのアキラと言い合いをして気まずい雰囲気になってしまうが、次回約束の丘第6章最終回。これで最後。私のお願い、聞いて。さあ、まず、嘘予告 SF ホラー編を行ってみたいと思います。はい。
ですね、まず、イメージ的なところで、はい、仲良し5人組っていうところを少し膨らませましょう。で少し、どうしたらあの危機感とかを出したいので、はい、ちょっと時間尺を、縮めましょう、はい、ちょっとその辺を意識したパターンででは行ってみましょうか。はい。嘘予告 SF ホラー編。故障したシャトルから命からがら逃げ出した直也たち仲良し5人組。しかし彼らが降り立ったのはレブリ帯に浮かぶ無人の小惑星。食料も空気も残りわずかの極限状態。ついに5人の友情に亀裂が。約束の丘第3章。直也が森で見たものは。ちょっとまあ特に指定はないんですが、はい、もう少しイメージを固めてしまいましょう。これはもう、はい、夕方にやるような番組、はい、小学生向けの番組ということで、はい、で、はっちゃけた、魔法少女もんということにしましょう。はっちゃけた、はい、ちょっと元気さをもらいたいと思います。元気さ、はい、じゃあちょっとそれで一回いただいてみたいと思います。はい、はい、では行きます。はい、お願いします。嘘予告魔法少女編。前作から5年相変わらずの小学校生活を送っていたアキラのもとにアカネという少女が訪問。アキラの祖母に魔法を教わるためにやってきたというが。次回約束の丘第4章。こいつら一体何なのよ。はい、では、次の嘘予告バトル編に行ってみたいと思います。はい、ある程度完成形が見えてきそうな。実はこっちの方は好きだろうっていう雰囲気を感じるという、うん、一応前回の流れでもそれはいいと思うので、はい、ではこれに少し、メリハリをつけていこうかと思います。はい、全体的な流れは今の方向でいいと思うので、はい、後ろにこのなんだろう、ナレーションの後ろに流れる映像というのをちょっと意識してもらえたらと思います。はい、多分今の全部強さの方向でいけど、強さの中にも何種類か種類出し方があると思うので、ちょっと自分の中にあるその引き出しとして、はい、強さだけどいろんな出し方っていうのをその映像に合わせながら使い分けてもらえたらと思います。はい、ちょっとその辺を意識した形でいきたいと思います。はい、バトル編。地上最悪の生物であるバトルマスター K に挑む涼子。その行く手を阻むため次々に送り込まれる刺客との壮絶なバトル。涼子の破天荒な強さ、行動は目が離せない。次回約束の丘第5章。戦え涼子、地球を救うのはお前だ。では今設定として、はい、全72話ぐらい来たとしましょうか。の関係が続いてきて、それの最終回、ヒロインである自分が言う形で、はい、で行ってみましょうか。はい、嘘予告青春編。野球部が地区予選大会を突破。公の場での応援を嫌がるチアガールのリーダー茜は、野球部キャプテンのアキラと言い合いをして気まずい雰囲気になってしまうが。次回約束の丘第6章最終回。これで最後、私のお願い聞いて。はい、というわけでね、はい、聞いていただきましたけれども、どうでしたかね。どうなんですかね。まあ、はい、まあ、とりあえずやってみて、はい、感想、増田さんどうですか。いや、自分で、まあ、ちゃんとって大変ですけども、
ディレクションを入れてやり直し、やり直し、まあ、もともとあったものにプラスアルファを肉付けして、はい、していって、うん、なんかそのやっぱディレクションしていただいた時に、うん、どれだけそれを飲み込めるかっていうか、その理解できないとやっぱりできないじゃないですか、うんうん、そこがいつも緊張しますよね。なんかそれはね、あ、これでこういうことなのかなとかって思いながらもう一回やって、うん、結構イメージ大変だよね、はい、もうこういう風にやって、うん、それはどういうことだろうな、どういうことでいいのかなっていうのも、うんうん、で、まあ、結局そこにねプラスアルファで、うん、こういった感じだよっていうのを付け足してもらうときと、はい、まあ、それなくてもいけるときとってあるじゃない、はい、そうですね、うん、結構ねそのあたりプレッシャーだよね。プレッシャーね。はい、まあとりあえずね、俺1回目の時にあの青春編、はい、あれ気持ち悪いもらったからね。一言目で、はい、気持ち悪いですって、ありがとうございますっていうね。それがあんな風に変わって、はい、まあでもいろいろパターンができるっていうのは面白いよね。そうですね、うん、で自分で出せないところをディレクションしてもらえると、うん、違ったところで気づかせてもらって出せるっていう、そうですね、うん、そこはやっぱりこうディレクションをつけてもらうところが、うん、強みかな、強みかなって言ったら変だけれども、うん、やっぱり良さかな、二人三脚というか、そうね、なんていう、三人よればもんじゅの知恵じゃないですか、一、うんうん、人だけで出なかったものが、うん、そうやってそう、ね、だんだんでいろいろパターンバリエーション出せるようになるっていうのが、そういいですよね。やっぱりこれはやってみないとわからない部分はあるけれど、やっぱり一人で撮るっていうことも必要だけれども、他の人に手伝ってもらって、うん、その人にこうしてもらって、こうしてみたらいいんじゃないっていうふうにアドバイスをもらうっていうのも一つ方法かもしれないよね、はい、というわけで、ボイスサンプル収録編、収録コーナーの、はい、ナレーション編を聞いてもらったわけですけれども、はい、ね、今後、ま、はい、何か展開が、はい、展開がつ他のパターンもね、こういうのやってほしいとか、はい、もしありましたらば、そういうのもぜひぜひ、はい、お便りいただけたらと思います。果敢に挑戦したいと思います、はい、さあそこに答えられるかな。それもそれでね、プレッシャーですね、うん、常にプレッシャーと戦ってどんどん人は強くなりますから。ああ、いいことを言うね。いいことを言うね、うん、でもまあ実際こういったものを読んでほしいっていうのも、そうですね、ありかもしれないよね、はい、うん、今までそういったのってあんまり、何でもと言いつつなんかあまりにもちょっと公序良俗に反するみたいな、まあそれはないと思いますけど、あ、ね、うん、まあ、そういったものはまあ来た時点で放送できるかなみたいな、発信できるかなみたいな、あれば寄り分けはするから大丈夫だと思うんだけどね。はい、でも面白そうなものがございましたら、うん、ぜひぜひ、はい、お便りください。というわけで、実演ボイスサンプル収録コーナーナレーション編でした。アトスタ告知情報紹介コーナー、オーディション情報紹介コーナー、芸能タレントオーディションページよりファルーカモデルズのご紹介です。九州福岡地域を中心に活躍、新人モデルオーディション当プロダクションでは各新人女性モデルの強化増員のためモデル・タレントオーディションを開催いたします。本気で目指す方、どうぞご応募ください。ファルーカモデルズは、2012年6月に厚生労働大臣より許可いただき、事業拡大のため、法人格として再申請を行っているモデル事務所です。事務所代表の豊富なモデルキャリアと講師キャリアを活かしたレッスンで、所属モデル全員が、ハイレベルな表現力、技術力を身につけることができるよう指導しています。ショーモデル、和装モデル、ミセスモデル、シニアモデルなど、モデル業界、タレント業界に興味がある方、モデルとしてのスキルは、当事務所がレッスンにて身につけます。ぜひチャレンジしてみませんか？ご応募お待ちしています。募集情報の詳細は、情報掲載ページをご覧ください。音楽オーディションページよりコスパニックエンターテインメントのご紹介です。原宿、可愛い系、アイドルユニット、コスパドールプラス、第1期メンバー募集。
キュートでポップな女の子の憧れと、やりたいことが詰まった、新規アイドルユニットメンバーの募集です。合格後は、コスパニックエンターテインメント所属の、アイドルユニットのメンバーとして活動していただきます。各種ライブやイベントへ、メディアへの出演、オリジナル楽曲の制作など、様々な活動で、コスパニックエンターテインメントがバックアップいたします。日本の誇る裏腹系女子やアイドル等、サブカルチャーのおしゃれで可愛い要素を取り入れた、日本中、世界中の女の子が憧れるような、憧れのアイドルステージへ向けて一歩踏み出してみませんか？皆さんのご応募お待ちしています。募集情報の詳細は、情報掲載ページをご覧ください。あと下では、音楽オーディション情報、芸能タレントオーディション情報、声優ナレーターオーディション情報、劇団員募集など、各ページに掲載する、オーディション情報のご提供をお待ちしています。募集情報、オーディション情報で、募集期間に制限のないもの、または、期限に余裕がある情報については、アトスタ TV 番組内でもご紹介しています。ご依頼の方法は、ウェブサイト、アトスタのページ内にある、掲載依頼ページから、専用のフォームより送信してください。専用フォーム以外からのご依頼は受け付けていませんのでご注意ください。なお、情報の掲載につきましては、ご利用規約を必ずご覧いただき、ご了承の上でご利用ください。皆様からのご依頼、お待ちしています。告知情報紹介コーナーでした。はい、はい、というわけでですね、第6回もお送りしてきたわけですけれども、はい、はいいや、まあとりあえずはね、うん、さっきもボイスサンプルのところ触れたけれども、はい、ようやく終わったかなって感じだね、はい、みたいな、はい、まあとりあえずはね、そっちはそっちで終わったんだけれども、はい、僕の方はね、技芸会、7月の5日に控えているわけなので、まあ、ちょっとそちらに向けてもね、はい、まだちょっとドキドキしている状態なんですけど、はい、まあ、とりあえずそちらに関しては詳細ツイッターの方でも、はい、つぶやいていこうかなと、多分、うん、そういうふうにはしてはいっているので、はい、ぜひぜひちょっとツイッター側もフォローしていただくなり、探していただくなりして、ツイッターの名前はそのままで、そうですね、ツイッターの方は、フッキーで、はい、ひらがなでひらがなでフッキーでやってますね、はい、なのでそちらもぜひぜひチェックしてみてください。で、マスタちゃんも前回、はい、そうですね、前回もお話しさせていただいた、うん、バッカニアのボイスドラマのキャスト募集ですね、はい、まだまだ6月末まで、そう、もう間もなくだけどね、はい、募集しておりますので、はい、ぜひぜひね、はい、そちらも募集を、もしもちは応募を上げていただければ、はい、してください、というわけでね、はい、第6回お送りしていきました、次回もまた楽しみにしていてください、はい、ではまた。この番組はクリエイトアドリームカンパニードリームキャッチアトスタ他の提供でお送りしました。